1978年のオウム駅と周囲約500メートル750メートル範囲。下が、オコッペ方面。写真下側に、駅本構えがあり、そこより、国道238号線を横切って、写真上端に見える、市街中心から外れた北に設けられたストックヤードへ、貨物線が伸びている。駅本構内自体は狭く、短式ホーム一面といくつかの伏線。 北側に転車台の残った車庫を持つ。本線の延長線上に左上の学校の地下を通ってエサへ向かう予定だった。高品線の未成区間のこの時点ではまだ建設中の路盤が見える。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成オーム駅は北海道門別郡オーム町技オームにあった。 日本国有鉄道高品南線の駅である。高品南線の廃線に伴い1985年7月15日に廃駅となった。オウム駅は、おこ駅から北上してきた、盲町線である高品南線の終端駅である。高品南線が高品線の先行開業区間として開業した経緯で、当駅は盲町線の終端駅となった。当駅から北に向かい、 江差市国江差市町の高品北線北見江差市駅との間の未成区間が計画され、路盤や施設などは一部が建設されていた。しかし、社会情勢の変化に伴い、この未成区間は開通することなく、高品南線とともに、大無駅は廃止された。本来高品線の途中駅となる計画であったため、線路は駅からさらに数百メートル北上した地点まで伸びていた。 駅名は、オムと読むが、所在するオム町は、オムと読み、駅名と地名では読み方に相違があった。廃止時点で、単式ホーム一面一線を有する地上駅で、終端駅であった。ホームは、線路の北東側に存在した。このほか貨物線、留置線、給水線など、旅客用の一番線の外側に四番線までと、こっぺ方から、駅舎側に分岐し、 駅舎南側のホーム切りかき部分の貨物ホームへの貨物側線を一本有していた。一番線の先には1975年3月時点で専用線が続いており、三番線の先には蒸気機関車時代の転車台が残っていた。線路の延長上に、高品北線北見江差駅までの未成線の路盤が 10km 以上先まで続き、 駅の北側には、オームトンネルも完成していた。職員配置駅で、駅舎は線路の東側に位置し、ホーム中央部分に接していた。貨物列車は1980年時点で、確実運転で、発送荷物はパルプ用丸太、到着貨物は石油、肥料、飼料が主であった。当駅の所在する地名より、地名はアイヌ語のオムイ、あるいは単に、 オムに由来する。現在のオウム側の河口が、風や潮流に運ばれた砂で塞がれることから付けられた地名である。道の駅駐車場の一角にある、記念碑駅舎は取り壊され、跡地には2000年時点で、地域交流センターが新築され、バスターミナル、道の駅おむとなった。また、地域交流センター横に、歴帰等50年後品南先週着駅おむという、 記念碑が設置されている。駅近辺には2010年時点で未成区間のオウムトンネルも残存している。かつて当駅からホロ内川中流域の上ホロ内地区へ向け易軌道オウム線が運行されていた。計画はオウム駅帯上ホロ内地区2 7トル開業区間はオウム駅帯上オウム駅間 12.0km。動力はない 栽培されていた天才及び森林資源の搬出が目的であった。しかしモータリゼーションにより未完成区間の工事は1953年度、限りで中止となり、開業区間も撤去された。機関車は歌登り町営軌道に転用された。詳細不明とする資料もある。ありがとうございます。